はい、水中探検家広部俊明です。はい、こんにちは、キャスターのスイカです。あ、ちゃんとキャスターになってきましたね。はい、今日はあのキャスターになりましたということできちんと回していこうかなと思っております。はい、じゃあもう、はい、あのお任せします、はい、そうですね、今日の内容はですね、ウォーターワールドのボリューム3ですよね。はい、はいはい、タシマ波形部のことをお話ししたいなと思ってます。はい、はい、でも今日ちょっと内容に入る前に一個だけちょっと私あの気づいちゃったことがあって。はい、あの何ですか。私の名前のスペルが間違っていい、マジ間違っていますね。マジ、はい、え、つ、TCU ってノーノーノーツーじゃないの？あの TSU なので、あの THU だとなんかこう、あ、すいません、テュミターみたいな感じですね。テュミタさん、すいません、私あのスイカテュミタみたいになってる。あ、すいません。ということは俺全部松永達也も、はい、マチュナガタキュアになってたのかな。マチュナガタキュアさんになってるかもしれない。あ、そうですか。やばいな。ちょっと後で確認してもらっていいですかね。はい、わかりました。本当すいません。はい、あのということであの、はい、キュミタスイカでございます。はい、すいません、本当申し訳ないです。あの第、ボリューム6から直しますので。ああ、はい、じゃあ3から5はもうあのキュミタさんが喋ってる。いや、1から。あ、1からね。全部それになってると思います。本当ですか。はい、あれあの6、あ、7からでしたっけ。はい、7からはちゃんと、あ、6から、6からです、ね、変えます。じゃあ6からはちゃんと罪だ。すいません、本当にすいません、ローマ字が苦手なもので。まあ誰にでも間違いっていうのはありますから。なんか今日は上から目線ですね。はい、今日はあのキャスターなのでしっかり仕切らないと。はい、わかりました。やらせていただいております。はい、キャスターは5分内に全部終わらせてほしいんですけどね。あ、そうなんですね。はい、もう終わりでいいですかね、そしたら。いやいや、発想やってないんですけど。はい、あ、じゃあ田島波形部のね。はい、田島波形部は、はい、まずだから前半戦は、サラガト、サラガ、はい、そうでしたね、かな、まで、はい、トランスポートっていうことをやったんですよ。はい、だからセノーテから別のセノーテに行くっていうのをやったんですね。そういうことだったんですね。そうなんですよ。なるほど、なるほど。はい、あれでどれぐらいの長さになるんですか。まあでもね、トランスポートするには結構初心者向けの、うん、まあ、あの初心者っていうかフルケーブの初級レベルなんで意外と近いんですね。あ、まあだから1キロないんじゃないですかね。ああ、でも1キロはあるんですね。うん、うん、まあまあそのくらいなのかなっていう、はいはい、トランスポートっていうのはそのトランスポートっていうのは運ぶんですけど、はい、トランスフォートですね。トランスフォート、はい、はい、トランスフォート、はい、トランスフォートですね。トランスフォートっていうのは、うん、そのある場所からある場所にこう、そうですね、セノーテからセノーテに行くっていう、はい、セノーテからセノーテね、はい、それが今回タッシマ波系、タッシマ波からサラガトに行ったと、はい、に、はい、サラガトじゃなくて、なんて言ったっけな、ちょっと間違えたんですけど。あ、そうなんですね。まあ、とりあえずここはサラガトって書いてあるので、サラガトで、はいはい、ちょっと正確なのはちょっと違うんですけどね。あ、そうなんですね、はい、間違いだらけ、間違いだらけ。すいません。はい、まああのね、でもやっぱりフルケーブっていうのは、はい、光が丸っきり届かないところを進むので、スリルはたくさんあるということですね。そうですね、狭いところにワクワクするっていう、ワクワクしますね、はい、本当に、ね、これは取れるのか。あのちっちゃい頃、はい、まあスイカちゃんの頃はなかったのかもしれないけど、小学校に網のこう登るやつがあったんですよ。上に網みたいになってて、はいはい、このくらいの、そこを何にも触れないでジャンプしながら、砂地になってて、ジャンプしながら向こうに抜けられるかとか、そういう感覚ですね。あ、そこのこうチャレンジ精神みたいな。そうそうそう、子供の頃マンホールとかにも入ってたんで。本当ですか。大丈夫ですか。小さい時からそういうところが好きで。そうなんですね。で、海の中でもやっぱそういう、はい、海と水の中ですね。まあでもね、今回は、松永くんと、はい、一緒に行ったんですけど、松永くんっていうのはイグアナダイバーズって言って、はい、メキシコで、そのケーブとかをやってる、だからセノーテをガイドする、店なんですけど、うん、まあすごくよく一緒に行けて、それで安心して、まあ素晴らしいダイバーですね。松永さん、松永って松永です、松永さん、松永さんですね、はい、
すいません、松永君も今日見てたらすいません、町永になってました。はい、いやまだまだ間違ってるかわからないですよね、確認して。はい、いやいや絶対間違ってる。俺は2は THU だと思ってたんで。はい、2は違うんですね、 TSU ですね。 TSU、はいですね。はい、じゃあ全部2が入ってる人は、はい、全部中になってます。になる。はい、すいませんでした。はい、皆さんちょっと確認してみてくださいね、ぜひ。はい、はい、じゃあとりあえず、はい、とりあえず雑談が多かったんですけど、ボリューム3前半の感想、ね、あの解説ですね。はい、あとなんかない解説で、あと解説で気になってるところはですね、そうです、はい、あそう、私ジャンプリールって何かなっていうのが、ジャンプリールっていうのは、はい、要するにね、こうメインのラインが引いてあるんですね。はい、ラインが引いてて、うん、それを行くんですけど、こっちのセノーテに行きたいっていう場合は、まあだいたいそのメキシコのセノーテっていうのはラインアローっていう三角のがこっちの出口だっていうのが置いてあって、うん、そのそばに、違うラインがあるんですよ。はいはいはい、それでその違うラインにその三角のアローからジャンプをするために、はい、自分で持ってきてそこにつけて違うラインまで、うん、ラインを引くんですよ。そうすると、こっちに人が行ってるよっていう、意思表示にもなるし、で帰りもこっちから帰ってメインで帰るじゃないですか。はい、このリールを張ってることによってこっち途切れちゃうんですよ。うーん、でも帰ってくるときもつながって帰ってくるっていうことで、はいはいはい、ジャンプリール、ジャンプリール、はい、だから、まあ、ジャンプリールを、ね、ボリューム3の前半では結構対応しているので、もう一回見直してもらえればなと思ってます。はい、結構リールの解説もしっかりされてましたもんね。はい、はい、じゃあね、はい、前半はこのくらいで、前半はそうですね、ということで、はい、また次回、ウォーターワールドトークになってますね。はい、メロンは却下しました。あ、おダメでしたか。はい、ウォーターワールドメロンって言って、ね、ワールド世界 の間スイカ の間に世界が入っていて、なんかスイカちゃんに全部取られちゃったような感じです。いやいや、ちょっと壮大でいいかなと思ったんです。いや、ウォーターワールドメロンでもいいんですけど、ウォーターワールドトークだよね。はい、はい、WWT ということで、はいはい、また長くなってきましたね。はい、はい、じゃあまた次回のウォーターワールドトーク、はい、それからボリューム、3の本編は、この後こっち の再生リストの方から、入っていただければと思います。チャンネル登録と高評価、それから通知オンをしてくれるとアップした時に通知が来ると思いますので、その辺もよろしくお願いします。はい、それでは失礼します。よろしくお願いします。